おはようございます。ゲーム動画でいこうです。えー、松戸記念競にもいよいよ最終日、えー、12レース決勝戦の予想をしたいと思います。えー、まずは、あの、概要からですね。えー、っと、こちらですね。叩き、叩き合いになると思いまして、えー、まくりに構える太田の出番じゃないかなと。 で、同様に短期の中川が、まあ、1は悪いものの縦のスピードで、えー、逆転を狙ってくるという、こちらの、えー、っと、目、目の、目を本線。えー、一方で、えー、近畿がもし、石塚が行ってですね、叩き合いにならなければ、えー、ば、番手まくりをしてくる松岡の出番だと思っております。 はい。詳しく見ていきましょう。12レース決勝戦です。ご覧のメンバーですね。えっ、ー、と、SKS 班の中で武田豊樹が残念ながら決勝に乗ることはできませんでした。えっ、ー、とですね、やっぱり中川誠一郎のスピードが飛び抜けている感じはありますよね。えっ、ー、と、地元からは、えー、中村博、えー、伊勢崎、 の、両者が、えー、決勝によりましてですね、えー、吉田拓也に託す、託す形になりました。えー、近畿勢も3人乗ってますね。この、えー、っと、松岡が自力型だけにですね、えー、石塚が行った時の松岡の絡みも注目されます。はい、えー、っと、こちらですね、並びがご覧の通りで、 えー、中川が短期になりまして、他、あのー、三つのラインには、ライン、三つの、えー、先行型、自力タイプにはですね、ラインができる。三分線プラス一ですね、四分線と書かれてますが、中川は短,短期なんで。というわけで、えー、っとですね、これを、見ると、すごい、あのー、難しい。バック回数が、 えー、大田と石塚が14回で並んでる。並んでて、吉田も11回と2桁持ってる。で、それの次が松岡の4回ですからね。えー、っと、この3社がすごい拮抗してるんですよ。なので、先行するのが誰かっていうのが結構難しい。数字上からは難しい。ホームも、 三人が13回と14回で並んでますからね。ま、松岡の3回を大きく、大きく飛び抜けてるんで、かなり、あの、動型の潰し合いが激しくなる可能性があるんじゃないかなと思います。まあ、並み見てみると松岡は2社なので、松岡じゃない、えっ、ー、と、大田が2社なので、ちょっと大田は逃げにくいかなぁとは思いますが、 それでも、吉田も石塚もですね、やっぱり積極的に行くタイプなので、かなりですね、足,足を前の選手は使うんじゃないかなと思います。えー、スタート回数は2回が最大で、なので、ちょっとわからないですね。 大田が取るんじゃない、桑原がこの9番車でも行って大田が取るんじゃないかなという気はなんとなくします。まあ、中村が取ってもいいですよね。枠順で言えば中村が取ってもおかしくないですし、困りってことを考えるとですね、松岡が取って近畿を前で突っ張るっていう作戦に出る可能性もあります。 ええと、三連単のシリーズは、やっぱり昨日、超絶スピードを見せつけた中川が5回でトップです。あの、トップですね。え次がやっぱり地元、えー、中村、それからその前に前の吉田というあたり、それから大田、松岡ですか。この辺が、えー、人気の順になっております。 さてですね、二社単。えっ、ー、と、気になるオッズを見ていきたいと思います。やっぱりですね、中川がここでも人気になっていて、幅広く、あの、5の頭が指示を集めております。非常にまあ、中川が買う場合って、中川短期ということもあるし、結構絡みが難しいですよね。他ですね、よし。 えー、二社間の一番人気は吉田、中村を10.8倍ですかおこれ結構意外かも。ただですね、昨日の吉田すごいいい選考で、えー、石塚に牛をはまられながらも、えー、石塚が全然かわせず、石塚も3コーナーから踏みに行ってるんですが、あのー、全然通用せずに押し切っちゃってますから、吉田は相当強い競争を見せてますね。 石塚が果たして、その、昨日の吉田の、まあ、強さを見て、出させるとまずいと思って、より積極的になるんじゃないかなと私は見ております。ではですね、えっ、ー、と、もう一度元の画面に戻ってきたんですが、えっ、ー、と、これで、ね、じゃあ、あの、 バック、ホームと2桁ある選手が、まあ3人。いずれも先導役ということで、じゃあ誰が先手を取るのかってなると、まずですね、近畿勢見てみますと、近畿は3人結束でですね、石塚が、石塚の番手が松岡。これ、基本的に自力選手ですよね。 さらにま、やっぱり石塚は一番、一番っていうか、まあ、自力型の中では一番格下ですし、吉田に出来合えた、吉田に出来合えて番手にはまったけれども、かわせなかったということもあって、吉田を出させないようにするという競争と思われます。一方、吉田の方を見てみると、 後ろに地元の中村をつけてますね。これは、えー、っと、これは気になるんですよね。吉野はまあ自分が取りに行っても本来いいんですけど、やっぱり中村、伊勢崎、伊勢崎の地元勢を連れてるっていうのは非常に重要なんじゃないかなと。さらに、 えと逃げ切りで自信を持ってますからやっぱり、あのー、主導権を奪えるなら奪いたいまして単走路で直線短い松戸ですからねということもあるんで石塚と結局思考が勝ち合っちゃうんじゃないかなと思うんですまっ太田は2社なんで、えー、そんなに先手を にこだわるようなことはしないんじゃないかなと思います。ね、中川は短期なんで、まあ足を溜めてですよね。なんで、えー、っと、吉田と石塚のどちらが先行するかというと、ちょっと難しいか、もしくはタイミングが勝ち合ってしまって、 私は叩き合いになってしまうと見てるんです。そうなったときに、じゃあ、えー、っと、松岡は出ていける。中村を昨日、あの、えー、っとシシ、えー、弟子の値段が出来られたとこをシビアに3コーナーからまくりに行きましたよね。 なんで最後は出る競争を二人とも考えてるんじゃないかなと思うんです。まあ、さらに、ただ、やっぱり絶対的なスピードになると、中川や太田の方が上なので、最終的にはまくられちゃうとは思うんですね。叩き合いになった場合は。なんで、じゃあ、 太田と中川だったらどちらが一取りが前かというと太田だと思います。やっぱり、え二、ー、者ラインができているのは強いですし、最近の太田は前々攻めようっていう気持ちもありますからね、昔のなんかまくりでインに刺さるような太田とは言えないんじゃないかなと思います。中川一位こだわるタイプじゃないんで、 大田が行ってくれれば、そこに乗って最後は縦の、縦で外を強襲する競争をもくろんでるんじゃないかなと思います。えー、っと、桑原に、まあ準決勝見ててもそんなに足があるように思えなかったんで、えー、っと、大田が結局まくりきって、そのまま押し切っちゃうんじゃないかなと。で、さらに、えー、っとそ、そこに中川が強襲してくるんじゃないかなと思いまして、 えー、この両者、えー、特に太田を本命にしました。で、えー、っと、一応二社単が中心なんですが、えー、さっきオツを見てみると355328.5倍の13.8倍。まあ、まずまずですよね。5はちょっと、あの、安いんだけど、 3の頭ならちょっと、まあ、悪くはないと思いますね。さらに、5から、あの、そんなに流さなくて済むというのも、あの、回収の率のことを考えれば、中川頭で、こう、流すよりは全然いいんじゃないかなと思います。 一応回、桑原がついていけたとしても、やっぱり中が頭へ突き抜けちゃうケースはあるかと思うんですね。で桑原が払えた場合は中川が番手にはまって、こう、最後、かわしにかかるという流れなんで、折り返しを中心に。で、えー、もちろん、あの、太田の後ろを回る桑原。えー、それからですね、えー、叩き合いに勝った方の番手が最後自分で出ていく。 自力は松岡の方があるんで、松岡の方を上位で、えー、地元の中村。それからですね、えー、っと、吉田に足が残ってて、中村がけ横に張った場合の吉田。えー、っと、同様にですね、松岡が早めに番手に出てきたとき、昨、え、日、ー、鋭い、えー、たあの、印をついてですね、一着に突き抜けた、 上昇中の村田を、あの、3着に狙いたいと思います。まあ、村田の2着も考えなくはなかったんですが、え、経年祭の選考は今月までです。で、えー、3着に入ったら、経年祭まず出られます。えっと、経年祭出られる数は108人で、SQS S 班で9人埋まって、えっと、SQ 優勝、優勝回数が3回。これ、まあ、 の中で、S1 の中で SQ、SQ とは書いてなかったな。まあ、でも、いきなり S1 に上がれるわけじゃないんで、実質これ SQ 優勝者ですね。SQ シリーズ優勝者。まあ、これ、あの、G3 以上でもいいんですが、その3回以上。それから、えっ、ー、と、記念経理の1、2、3着の順。数の順になるんで、 大概、まあ、例年ですね、三着が一回取れば、ケリーさん出られるんでうん、まあ、力的にも、そこまで、ま前が先輩の松岡ということもあるんで、そこまでうん、まあ、買わせる印象はないんじゃないかなとは思いますが、 えっと、あ、二着まで来るという印象はないんですが、三着ならあるんじゃないかなと思いまして、えー、村田も押さえてみました。ただですね、村田、ちょっと穴人気しちゃってるんですよね。昨日の一着があまりにも、あの、鋭く鮮やかだったんで、そこら辺が気になる要素ですね。はい、伊勢崎も考えたんですが、どうなんだろうな、中村、 中村が振って伊勢崎がついていって、一応抑えてもいいのかなとは思いますが、とく吉その展開になると吉田が残ったり、中村が粘ったり、やっぱり結構粘ってましたからね、さ結果は3着とはいえ。 よく頑張ってたんで、伊勢崎も、まあ、落車があって、落車がなければ、ここに乗ってなかったと思われるんで、ちょっとやっぱり伊勢崎は落ちるのかなと思います。一応ですね、二車単で、別線は、あの、ご覧の通りですね。えー、っと、えーえー、ラインの桑原に、 え、番手から出る松岡、中村。それから一応吉、吉田も、もし中村が横に仕事をした場合、して、後ろがごちゃついた場合は、えー、残り目もあるのかなと思います。そしてですね、えっ、ー、と、もし、叩き合いにならなかった場合、じゃあどちらができてるかというと、 石塚、やっぱり引けないのは石塚だと思うんですね。昨日の準決勝のレースを見てると、やっぱり石塚、吉田の前で主導権を取らないといけないと思ってるんで、それをあの番手の松岡が車間を開けながら、縦に踏む競争をすると思うんです。で、えー、その時は、あの、吉田、中段は吉田だと思います。お オ田タがあんまりすんなり中断というのはあんまり考えにくいですし、中川は多分9番手だと思うんで、うんと、松岡がまくって村田、やっぱりスピードで来る中川、まくってくるオ田タ吉田、それからですね、えっと、やっぱりコースを、吉田が踏んで、 中段から踏んでコースをついてくる中村まで、えー、押さえてみたいと思います。まあ、中村、あの、一応折り返しにし、この目ではしてるんですが、うーん、まあ、基本的に頭までは苦しく、2着までで、2着、21だけでいいんじゃないか。1にはちょっといら,いらないんじゃないかなとは思います。はい、以上。 松戸記念決勝の予想をお送りいたしました。はい。ここまでご視聴いただきありがとうございました。えちえー、チャンネル登録まだの方、ぜひ、あのー、よろしくお願いいたします。今後も続けていきたいと思いますので、チャンネル登録者の増加がすごく励みになります。 またですね、えー、高評価、コメント、SNS などを拡散も歓迎しております。えー、ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアド,アドレスを記載しておりますので、よろしければ見てください。この画面最後の20秒で、えー、関連する動画、動画プレイリストのが出てまいります。お時間がありましたら、そちらも見ていただければ嬉しく思います。 ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。